先日品川 の, あのキャノン の,、はい、あのギャラリーでですね、あの日本建築写真家協会による写真展建築ジャックというのが行われましたけど、銀座ジャック、あ、銀座ジャック、はいはいはい、あのそれはどういう経緯で ああいう企画を考えられたんでしょうか。うんうん、あのもう10年以上前からね、一人一作という形で藤本サロンで60人限定っていうか、まあスペースの関係でね、60点ぐらいで一人一作で写真展をやろう、まあ光と空間っていう、2年に1回ずつやってて、個々のこう作品としては個人個人の要するに持ち寝画から写真を提出して、大前進伸ばして写真展をやってて、それが何回か続いて、まあ7回続いたのかな。それで、6回か、今年7回目だから、うん、それでみんなでなんか同じテーマで撮る作業がない、そういう写真展ができないかって話になって、うん、でまあ建築写真家協会ができて5周年っていうこともあって、まあそれと5周年の記念として、みんなで共同で何か撮れることはないかっていう話ですね。はい、でまあ建築写真撮ってる人間はドキュメンタリーなんか撮れないから、やっぱり建築を撮ろうと、うん、でまあ単純に建築撮るんだったらやっぱり最初は銀座だろうみたいな話になってまあ単純にそれは銀座はあの、歩行者天国もあるし電柱もないし電線もないから、で特に今あのヨーロッパとかアメリカのブランドものが入ってきて、新しいビルリニューアルしたり新しいビルができたりして、結構建築家も噛んでるから、あ、そうですね、うん、それでそういう意味では銀座をみんなで撮ろうかっていう、まあ、確かに建築家も関わって、うん、それで随分銀座の風景が変わりますね、うん、変わってるね。で、それでやっぱりあの大型カメラで撮ろうっていうのは発想なんです。あ、いつも使ってるビューカメラで撮ろうっていう、はいはい、でそこから銀座が撮ろうっていうことになって、それでね、何回かテスト、まあ、いきさつはそういういきさつで、はい、で実際テストやってみると、もう普通に煽ってたんではもう届かないっていうか煽れない、はい、みんな銀座構想化されてて、まあ、最終的にはビューカメラで大変お世話になったんだけれども、まあそういういきさつでみんなで共同作業しようっていう、ね、の発想ね。まずまあでもやってみて、もうデジタルがなかったらできなかったっていう、まさに、うん、あのビューカメラを使っても煽れないんで全部上向きにみんな撮っといて広角使って、でそれは、フィルムをあのコダックから提供させて、コダックのフィルムでレンズも共通の 47mm、まあ、カメラはみんな違うけども、それからカメラの高さを揃えて仰角も揃えて、それで露出も揃えて、まあ20分ぐらいに一斉にこう撮って、まあだけどそこからネガからやっぱりデジタル化してね、データで後をいじった、ネガ撮りをしてそれをあのパソコンに取り込んで、そうそう、こうしてたんです。そう、うん、でまあ昼間はそれでできて、夜は今度長時間録音すると人間動いちゃうんで、はいはい、もう夜はもう最初からデジタルで撮ろうっていう、ああそうです。でそれところがデジタル持ってる人間がいないんで、うん、銀座のキャノンに取り込んで、うん、カメラを貸してくれるとかね、あカメラ3台借りて、あとはもう持ってたまたま持ってる人間は持ってこいみたいな。それで出来上がったあの、まあ、展示された、拝見したんですけど、はい、うん、なんか今までありそうでないシーンを見たなっていう、そういう感動がありましたね、うんうん、見てるはずなんですけども、うん、ああいう感じではやっぱり 見れないわけですから、うん、なかなかその、非常に見慣れたものであるはずのものが目新しくこう感じたし、うんうん、あの面白い、うん、あの写真だった。まああの要するに一丁目から八丁目全部つなげたからね、あれがなかなかね、うん、あの、見に来てくれたプロの写真家にしても、うん、雑誌の編集者と皆さんでも、一件をモニュメントとして撮ってその左右をつなげたとかいうのはあるけれども、うん、これだけやったことはないなみたいなね、うん、それはなかなかあの我々も飾ってみるとね、うん、結構頑張ったなっていう感じがしてね、結果的にあれは多分歴史に残るというか、何月のものとしてね、そういうモニュメント、ある程度のモニュメント性はあったかなっていう感じはするね。まあ、
建築写真家協会 の、 その、まあ、今後の活動として、うん、あの何か具体的に考えているんですか？ね、また5年に1回ぐらい何かイベントやりたいなっていう、うん、ああいう銀座ジャックみたいなね。でとりあえずは今度銀座昼間と夜逆さまにしてもう一回やろうよっていう通りを、通りを、はい、でそれは銀座の商店の連合会なんかの人もあったらいいんじゃないかなみたいなね、まあ、お金出してくれないけどもそんな話があるんで、とりあえずイベントと具体的にっていうか案に上がってるのは今そのくらい、はい、でそれとやっぱり協会として今一番のネックはあの多分これから話出るかもしれないけどデジタルの、うん、デジタルに関する著作権、うん、その辺が一番のネック、会うたんびにみんなその話して、うんうん、著作権の問題ですね、写真の、うんうん、まあ、最近そのデジタル化が進むと、そうするとあのその情報がある意味フリーハンドで流れていく可能性があるんですね、うん、で建築の写真というのは、まあ、特にその著作権どういうふうに今後なっていくのか、うん、どういうふうにどんなことを感じられているのか、うん、ということをちょっと話したいと思います。まあ、さっきもちらっと出たこう建築写真家っていうのは依頼されて撮ることが多いんでね、だからその依頼主に対してね、著作権を、写真の著作権は著作権法ではこうなってますっていう形で大冗談を売り出させてできない側面があるわけですから、まあその依頼がなければあられもゼロになっちゃうんだし、かといってね、だからあんた自由にやっていいよっていうのはちょっと言いにくいところがあって、今個人的に僕はどうしてるかっていうと、一応写真を撮って、まあたまたまここにあるけど、一応こういうキャビネのプリントにしてね、これでナンバリングしてこれを設計者に渡してるわけ、プリントとして。でこのうちの必要なものをデータ化してくれっていう時には、普通は 1.5 千円ぐらい入力料をもらってワンカット、でそれを10枚だったら5万円かかりますよみたいなね、でそれはあんたが使う時にはいいと、設計者とそれからクライアントが欲しいって言ったらクライアントが使う分にはいい、接種とね、それから、設計者とクライアントと工務店が使う時にはその時とにかく5000円で僕は作ってあげます、ただそれを他の出版社に使用料っていう時はまたそれは全く別なんで、それをコピー取って渡さないでくれとかね、そういうのはいろいろの脇をいろいろ書いて、こういうことでお願いしますっていうのはやってる。でただしそれは相手の良識に基づいて動いていることなんで、コピー取って配られたらもうそれっきりになっちゃう、でまだね建築写真の世界はデジタル化が比較的遅れてるのでまだいいんですよ。一般の 今日本写真家協会なんかもたまたま僕は今そこの総務委員長みたいなのやらされてて、そこの仕事っていうのは人たちはほとんども99%デジタルなんですよ、仕事が。だからデータで渡すのは当たり前なの、データで渡すのが、それはねもうね、頑張ってるけど彼らにしてもやっぱりあのそこで大冗談で突っぱねるわけにいかないから、本当にケースバイケースで、何枚か渡して、この全体としてこのデータ量として5万くださいとか10万くださいってケースバイケースでここでやってて、今写真の著作権なんかでもね、その電子化されたものの明文ってないんですよまだ、あのね実態に遅れて著作法律でできてくるから、だからまだねこう著作権法にデータ化されたものはどうこうっていうのはね全然著実がない。今写真家協会でもそれ動いてる。今やっぱりポジで渡されることが多いですか？基本的には僕はもうポジネガポジは自分で持ってで紙焼きで渡して、で印刷原稿の時も最近あのプリントでくれっていう人が多いんですよ、出版社なんか。あ、そうです。だけど僕はポジで渡す、すりが悪いんでまだペーパーは。でどうしてもこうミックス稿なんかで色の出ないやつはプリントして渡すこともあるけども、基本的にポジで渡す。あのこれから今やっぱりデジタル化ってのは絶対避けられないから、それはだけど著作権版権使用とかそういうことで写真家の権利を曖昧にしとくわけにいかないんで、で今建築写真家協会で集まるとみんなその話をしてる、小川さんどうしてんのっていう、で
みんなね、やっぱりクライアントとのつながりがあるんでね、そうですよね、うん、その辺がね、難しい、ね、一概には言えないでしょうね、うん、条件がそれぞれありますからね、うん、で今の時点ではまだその写真家協会として、共通 の, その、うん、ラインって言いますか、うん、あのね、それは、うん、あの共通のラインはないけども、ニュースとか、あのそうこの間の総会なんかもそうだし、ニュースに毎月書いてるんだけど、毎月って毎回書いてるんだけども、とにかく1点いくら、少なくとも1点5000円ぐらいの入力料、その作業料、うん、そのチャージをね、請求してくれって、請求しようじゃないかって言って、で、あのこう力関係で5000円請求できなかったら3000円でもいいんじゃないか、とにかくゼロはダメだと。でその納めたものに関してはその工務店とか設計者と限定してね、ここはいいですよっていう感じでやらないと、そのデータをそのまま出版社に流れちゃうんで、でこれからの課題なんだけれども、そういくのかどうかね、あのデジタルが非常にイージーになっちゃってるから、だからむしろフィルムの時の方がもうデュープ渡さないとか、ね、そうですね、あったり、ね、コントロールができましたよね。でこれからね、あのそういう著作権知的なことが文化的にこう上がっていくのかどうかね、その辺はむしろね、あこう押してるんじゃないかって、そっちの危惧の方が大きいね、うん、まあ、ある人によるとそれはもう時代の流れとして、もうデジタルにすれば当然その流れてしまう、うん、だからその著作権の最初の発生する段階で、あの、うん、ある程度ちゃんと確立しておかないと、うん、その後のことで、うん、後でフォローしていくっていうのは、うん、もう基本的に無理じゃないか、まあ、ないかってなことを言われる方もいらっしゃいますよね、うん、あの多分そう思う、うん、今もうネットあのデータを出すってことは、極端なこと言うと世界中からそのもうデータ取れるわけ、そうです ね、だからそれいちいちね、俺の写真がフランスのどっかで使ったとかね、うん、追求できないから、だから出すときにきちっとフィーしとかないと、うん、あのそれはね、中にはね、あのこうやって PR して使ってくれればいいんだっていう人もいないわけではない、うん、であのとんでもないところで何かのパブレットに俺の写真見たんだよって言って喜んでる人もいるしね、それをちゃんと請求してよって言ったら、いやこんなの請求できないよって、こんなボケたこんな小さい写真をって、だけどそれは使ってもらってありがたいっていうね、まあ、それも一面あるんだけどね、そういう人もいるからね、一概にね、あの、クライアントと写真家の関係、出版社と写真家の関係もみんないろんなこう温度差があるんでね、個人的に。だから一概に文章でこうしますって言ってもね、華僑会の設計料みたいなもんでさ、なかなかこう、一括りではできないね。だけどこれから一番大事だと思うよ、それは。あの建築写真を撮るコツみたいなものね、ああいうコンパクトカメラのようなものでもやっぱり、うん、この、うん、あの押さえどころといいますか、うん、写真の押さえどころみたいなのをちょっとお話しいただけますか、うん、あのねやっぱり、建築家の発想っていうのは、うん、あのまずね立面にしてもね、立面でこう図面でこう作ってください、図面でこう作ってって、あの何が綺麗かってやっぱりね、エレベーションが綺麗なんで、基本的にあの中も外も基本的にはね、建築家はそういう発想で多分図面化されていくだろうと思うんで、だからやっぱりあのセンターでエレベーションを取るっていうのはまず基本だね、うん、で僕らもエレベーション取ってからちょっと振ったやつを取ろうかっていうのやってるから、あのやっぱり建築家があの写真撮るというのはいろんなハードとソフトがあってね、まずソフトの話をするとね、あのこの写真を誰に見せるかっていうのを想定することね、これをあの家族に見せたいんだ、あるいは友達に見せたいんだ、誰でもいいからそういう発想をまずして、例えば外国、特に外国なんて行った時にね、これあの時間がない時にこの写真を誰に見せようかな、よしじゃあ帰って女房に見せよう、女房でも友達でもいいから、そういう発想を持って、そうすると、あ前景っていうのはここから見たら一番綺麗だ、これ前景がこれだよなって、で前景いっぱい撮ってもしょうがないから、
じゃあちょっと窓の収まりどうなってんのか、あるいはエントランスの扉どうなってんのかってずっと寄ってそこ一枚撮ろうと。で中に入ってエントランスホール綺麗だったら、まずそれを、うん、こうやこっから撮ったら全体がわかる。あまり振っちゃうとプロポーション変わっちゃうから、正面から正面から狙いながら誰かに説明しようかなと思って撮ると、うん、あのそこそこのカットも撮れてくる、うんうん、でやっぱりさソフトはそういう意味だけど、ハードはやっぱりそれはもう正面から撮るのが一番綺麗だと思う。よほどのことはない、うん、あのまあでもカメラ構えた時に自分の影がこう前に見える時は光ダメなんですよ、うん、自分の影がこう見えてる時はね、だそういう左右に影が行ってる時はそこそこ面白いかもしれないけど、うん、まあ基本的なことですけど、それなかなかあれですよね、うんまあ、あのソフトの面だから誰に見せたいかっていうのね、うん、でハードはやっぱりあのもう正面から図面、うん、建築家はやっぱりパースついた図面からはなかなか図面描かないだろうと思う、うん、正面から絶対スケッチしだすだろうからね、だからまあそんなこと気をつけてもいいなっていう感じはするよね、うんうん、